こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。今日は強化試合になってます。こういう風に、6日間、ペナントやって7日目が、クライマックスか自分行けなかったんで、こういう強化試合になってるみたいですね。でもう結果出しました。でここをちょっと見たいと思います。この今ホームラン出てる今宮、今入れてるんですよ。ちょっと見たいんでちょっと見ます。ここもうすごいじゃないですか。この声援がちょうどもうランクが上がったんですね、球場の。いいっすね。芝もちょっと内野にちょっと芝が張ってあるんで、ちょっと草野球っぽくなくなりましたね。いいですよこれは。お、いいね。うちの来シーズンの期待ですね。今宮の新人カードっていうのがあって、それ確かそれを何枚も重ねて強くしてるんですよね。まあ、銀次郎キャッチャーですからね。まあ、うちのセーフとしてですね、今。いい。このゲーム、街づくりできるんですよね。で、今、こういう風に作ってます。で、こうやって道路もですね、こうやって。例えば、こうやってですね、撤去とかですね。逆にこうやって舗装とかもできます。で、建てた建物をですね、こうやって、これボーリング場なんですけど、移動することもできます。もう完全にちょっと野球ゲームじゃないんですけど、あと本拠地が今ここです。もう少しでドーム球場になりそうです。お客さん相当入って声援もすごくなると思います。まあ、こんな感じで、5番の目のように今作っていってます。あとですね、オーダーが今こうなってます。でうちの主力が今宮ですね。育てて今こんな感じにしてます。もうそれで打順が8番なんですよ。なかなか強力だと思いますね。ここら辺も強力です。全員だいたいなんかスキルつけたり育てたりしてるんで、強くしてます。打つ方はいいんですけど、あとピッチャーがちょっとですね、この中継ぎから下はもう育てたんですけど、先発投手がちょっと危ないかもしれないですね。ベスターズの山崎育てて今こんな感じになってますね。ちょっと来シーズンちょっと楽しみですね。これが投手陣ですね。今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。